北方領土問題解決に向けた地ならしのため世耕経済産業大臣が経済協力の協議でモスクワを訪問しましたが日本の期待とは異なりロシア国民の間では領土交渉への理解が進んでいないことが明らかになりました 2>, 2日間でロシア側の4人の主要閣僚と協議を終えた世耕大臣経済協力では合意いたりましたが領土交渉には課題が残されています

経済面で関係を強化して領土交渉を進めようとしている日本政府とは見解が一致していません。12月のプーチン大統領来日に向け、政府間では環境整備が進んでいますが、領土問題の解決にはロシア国民の理解を得られるかが大きな課題となります。